あら、おっしゃ、風でーす。はい、どうも皆さん、こんにちは、風です。ただいまですね、韓国編が始まっているんですけども、皆さん、韓国編楽しんでもらってるでしょうか？今ね、韓国編をやってるんですけど、ちょっとね、このタイミングで、皆さんにね、お伝えしたいことが、いくつかありますので、今回、動画を撮らさせていただきます。最近ね、ちょっといつもより動画がちょっと長くなってるんで、今回は、できる限り短めにスパッと収めたいなと思いますんで、いくつか皆さんに伝えたいこと、聞いてもらいたいなと思います。ということでですね、カズエライフ、実はなんですけど、この度、5月15日をもちまして、誕生日でした。はい、ということで、カズエ、26歳になりました。皆さん、本当に、いつも応援ありがとうございます。まあ、22歳の終わりそんぐらいに始めた YouTube、この26歳になるまで続けられております。本当に皆さんのおかげです。どうもありがとうございます。まあそういうね、ご報告が一つなんですけども、まあそれじゃなくて、まあそれもそうなんだけど、まあこうやってね、長い期間、22の終わりぐらいから、まあ23歳ぐらいから始めたこの YouTube、まあね、こう YouTube をこうやってきて、一人でね、まあ一応やらさせてもらってるんですけど、まあそこのね、コメントで一人でやってんのすごいとか、言わさせてもらうんですけども、俺はね、正味一人でやっていきたいとか、そういう欲望はなくて、まあ今の状態をずっと続けていくのであれば、正味一人でもできるなって思うんですけど、もっと上の上の方で、風邪役は海外系で一番になりたいからね、そっちを目指していくとなると、一人じゃね、ちょっと手が回りきらないなっていう思う場面が、まあ最近結構あるんで、それなりにまあいろいろなことも考えてるんですけども、そうやってね、コメントいただく中で、結構前から言われてること、これが、グッズを作ってほしいという声がね、結構前からたくさんあって、まあ、これが2つ目のご報告なんですけど、ただいま、カズエライフ、グッズを制作中でございます。はい、制作中です。本当はね、このタイミングで、バーンってね、みんなにね、伝えたかったんですよ。あ、もう全部決めて、バーンって決めて、グッズ出しますってみんなに伝えたかったんですけど、今も言った通り、ちょっと一人でやってる分ね、その、もう一個の仕事に対してちょっと手が回らんくて、ちょっとね、時間がかかっておりますが、もう去年から、ずっと、いろんな人と会ったりとかして、グッズ制作に取り掛かっているんですけども、まあ、カズエライフはね、まあ、やるって決めたことはちゃんと 100% でやりたい人だから、いろんな記事とかこだわったりとか、まあ、いろいろ初めての部分でわからないこともあるんですけど、いろんな人に手伝ってもらいながら、みんなが表面安い値段とかもちゃんと自分で考えて、妥協なしで、グッズ、カズエライフの第1弾をね、作っている最中ですので、皆さんにそちらの方を、伝えたいというお話でございます。はい。そういう、一人でやってすごいねとか、グッズ作ってほしいとか、そういうコメントね、全部カズエの方に届いております。もうどんなコメントも全部ね、カズエライフ自身で見させてもらってますので、動画のコメントいつもありがとうございます。そのグッズの方の今ね、いろいろ制作中ですので、皆さんにちゃんと準備ができましたら、皆さんの方にね、伝えられるように新たに動画作りますので、ぜひそちらをお楽しみにしていてください。グッズの方はね、もし作ったら、これもコメントであったんですけども、カズエに会いたいと言ってくださる、嬉しいコメントもたくさんありますので、皆さんに会えるよう、こうオフラインのね、イベントとかも、考えておりますので、今年の夏ぐらいにね、間に合わせられるように、みんなと会える機会、カズエライフ待望の第1弾のグッズ、こちらをね、楽しみにしててください。はい、まあ正直言いますね、今のが一番大きなご報告でした。はい、だからね、まあそんな感じなんですけども、まあこうやってね、座って話す機会ってね、カズエライフなかなかないので、今回のね、韓国編のことについて、ちょっと皆さんに伝えたいことがあります。まあ今回ね、韓国行くってなって、僕の地元の友達の YouTuber のコムドットが、地元みんなで韓国に行くよっていう動画で、僕も一緒に連れてってもらったんですよ。で、コムドットの方で動画上がってるんですけども、もう僕も韓国来て、みんなね、そのまま帰ったんですけど、まあ僕は海外系 YouTuber ですから、みんなが帰った後も残って、韓国の動画撮ってきてます。そんで、今はね、コムドットのゆうたくんと撮った動画が何本かね、皆さんに出てると思うんですけども、その動画もね、あと一本になります。そして、まあコメントね、全部読んでるって言ったように、いろんなコメント、届いております。ゆうたとの動画嬉しいとか、カズエライフ初めて見たけどおもろいとか、そういうコメントもしっかりメールを通して、プラスいつものカズエライフがやっぱり好きだっていうね、コメントももちろん届いております。はい、まずね、いつもカズエライフを見てくださってるそこのあなたに伝えさせてほしい。韓国って俺20カ国も行ってきたけど、全然行ってなかったの。初めて今回20カ国目にしてきたんだけど、その理由が、韓国ってちょっと日本と似ててあんま面白くないんじゃないかなっていう理由である行ってなかったんですよ。うん、多分それ動画でも言ったんだけど、
ただね、今回韓国に行って、こう韓国編いくつか撮ってる中で、韓国ってめちゃくちゃ深くておもろい国やなって、正味思いました。ちょっと舐めてた韓国を、ほんですいません。ご飯食ってメイクアップする動画かなと思ったんやけど、もう全然そんなんじゃない。もう、一動画としても、皆さんに絶対伝えたい動画、もうすごい動画がね、韓国編もう早く出せともう待ち望んでいるし、そして風ライフ自身も、韓国に行ってめっちゃいい経験になりました、そういう動画がねまだまだたくさん出たがっているので、あなたに見せるタイミングもう待ち望んでおります。はい、だからもうぜひ風ライフの動画一つ一つ楽しみながら待っていてください。そしてですね、韓国編、ただいまね、コムノとユータ君と一緒に撮った動画が上がってるんですけども、ユータもね、もうめちゃくちゃ人気だから、ユータのファンの方々も、今日見てくれてるんですけども、コムノのファンの方々にね、お伝えしたいのは、まあ、本当にまあ、本音で話すと、ぜひね、風ライフの動画も見てみてほしいです。風ライフはね、結構初めて見た方が、一本風ライフの動画を見たら止まらなくなったみたいな、意外と沼る現象っていうのが、風ライフにあるらしくて、風ライフっていう YouTuber の動画もぜひ見てもらいたくて、まあおすすめで言ったらね、まあインド編とかは見てる人たちはすごい楽しいらしいです。はい、あとね、まあ俺的には最近だったらオーストラリアニュージーランド編、あれはもうほんと古い順からずーっと見ていくと、まあ一本一本それぞれおもろい動画にはなってるんですけども、その中で全部通してみると裏ドラマがあったりとか一気見するならね、すごいすごいおすすめの動画が上がっております。そしてまあ風ライフこれまで20カ国みんなに見せてるっていうことで、まあそれぞれの国によって色が違う動画になっていたりとか、さらにねそれにプラスして風ライフの良さっていうのがね全部に詰まってる、全動画に自信を持って動画を出しているのでね、ぜひ風ライフの方の応援もねお願いします。そんな感じでね、6歳になったんですけども、最近のね風ライフ、ちょっと前のね風ライフと比べて再生数がね少しずつ、上がっております。そしてチャンネル登録者に関してもね、今年始まってから5万人以上増えております。チャンネルとしては結構いい感じに進んでるんですけども、やっぱね再生数伸びてきてはいますが、やっぱねまだまだ俺は満足してないし、海外系 YouTuber で一番になりたいと思ってこの YouTube やってるんですけど、海外系 YouTuber もすごい人たくさんいます。そんな中でね、ぜひ普段風ライフを見てくださってる皆様、お隣の人でも Instagram のストーリーでも、もう切り抜きなんて大歓迎ということで、ぜひ拡散の方をお願いしたいということとともに、まあ、今回ね、この音が出てるということで、風ライフを見に来てくれたみんなに、一本でもいいから、先ほど言ったね、おすすめでもいいし、一本でもいいから動画の方、見てもらいたいなと思います。ということで今回、まあ、26歳になったということで、今こう伸びていってるのは、いつも応援してくれてるみんなのおかげと、あと、いつも編集とかしてくれてる裏方の風ライフのおかげだと思っております。はい。ということでですね、まあ、26歳になったんですけども、まだまだね、一海外系 YouTuber として、バーンって上に行くためにね、海外系 YouTuber として、海外の良さをみんなに伝えるとともに、一本目から言っていますが、見てくれてるファンのあなたに行動するきっかけを与えたい。そして、人生楽しもうぜっていうのをね、26歳もこれからずっと変わらず伝えていくので、ぜひ風ライフの応援して、風ライフの動画を楽しんで行ってほしいなと思います。ということで韓国編、まだまだおもろい動画たくさん上がりますので、ぜひ楽しんでください。そして26歳も、めちゃくちゃぶち上げていくので、風ライフの応援よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で See ya。バン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 バーン、めっちゃうまそう。うますぎる。地元の友との韓国が終わりですかね。終わりだね。もうこっから一人じゃん。100万人行って、YTFF に出るっていうのね、俺夢にして、俺団体打ち上げたから。それやばい。